ぶっ通しショールーム配信になってるからちょっとお待ちくださいね。おお、カジシモフェスティバル、花リコーダー、花リコーダーでいいのかな、わからないはい、お、1おめでとう、うん、今共有すると12時間配信コメントできる。ダメですよ、やったらね、急に虫の声みたいな、やばいんじゃないやばそう。うるさくて追い出されたわけではなくてよかった。いやもう本当に全然そう、もう大丈夫でしたよ周りあまりいなかったしね、いなかったけどやっぱうるさくしちゃいけないなと思ってたね。リムジンで思うから、お、まだまだ待ってますよえ、夜食ルーレット、夕食ルーレット食べちゃった。今日は家には帰ってきたんですけど、まあ、この部屋からは出れないので変わらずずっとこんな感じでやるんですけど、そう、こういうこういうことだったんですよ。そう、あ、昨日しかできなかった理由はこれです。ここに帰ってくる予定だったのでっていう感じでした。あとはそうですね、うんぴ、うんぴはダメダメだよ、うんぴのうんぴのうんぴ、虫の声聞こえるでしょう、帰ってきたんで、はい、実家ですね。そうです、昨日が昨日しかできないって決まってたっていうね髪型、ああもうね、私いつもこう寝癖とか治らない日はいつも結んじゃった方が楽なんですよでも一つ結びできるんじゃないかな、もう髪型、腰、腰は、うん、背もたれあれば大丈夫かな。なんか自立できない、今はまだ自立はできないんだけどでもそんななんか言ってもやばそうな、やばそうな感じでもない、ないから大丈夫です。初めて通じ合いし、そうだよね、こんな感じです。あ、ほんとゆったりしてます今日は。昨日のあのバキバキ配信一回中断してもう超ゆったり配信しております。鶏照り、あ、そうですね、鶏の照り焼きですね、鹿児島県名物鶏の照り焼き、鶏照り、訳して鶏照りなんですけど、ママに鶏照りって週一で出るよねっていじってから鶏照りが出る頻度が少なくなっちゃったっていう、あの伝説の鶏の照り焼きですけど、実は今日鶏の照り焼きでしたよ。ママがこそっと言ってました、今日は鶏の照り焼きですけど食べますかちなみにトマト煮もあったんでどっちがいいですか、鶏のトマト煮と照り焼きどっちがいいですか言われて、じゃあ鶏照りでって言ったら、どっちも半分半分にして持ってきてくれました。すごい、初めて見たけど昨日楽しかったです。だってめっちゃ嬉しいんだけどこうやってさ、あれ、それ、あれきっかけでさ、もう一回来ようってさ思ってくれたってすごくないっていう、奇跡やないっていう話を私はしたいよ。
家こんな感じですそうそう、今歯の矯正をまたガチャってつけたのですごい喋りづらいんだけど、このまま行きますあー、山盛りのサラダが会社巻きには絶対出るんですよ、大きいやつ。今日ちゃんと食べました、会社巻きの山盛りサラダちゃんと出てきてありがとうございます。でもやっぱサラダがないとダメな体になっちゃってるんで、もうバックリバックリ食べましたやったよ言った言った。こうパッとフラッと配信に来てくれた人とかは昨日の人だっけってなりそう。それぐらい今日は一日オフオフをすごい過ごしてる感じがします。オフを過ごしてるっていうかこう何にもしてない感じ、うん、何にもしてない感じが気持ちがいいですね。なんか意外とこう逆にリラックスできちゃってるんで、ごめんね今日なんかすごい頭回らないんだよね全然そうそう頭回らないごめんもうね今日はゆったり、もうやっと私服着れた T シャツ、もう嬉しいよ。お昼寝をしましたお昼寝をしました。夢を見たんですなんかケーキをすごいいっぱい食べる夢を見て、うん、嫌いなんですよケーキ、私生クリームが食べれないんですよ、牛乳が嫌いなんで、うん、でも見た目がすごい好きなのでケーキ可愛いから、うん、ケーキ可愛いからさ見た目はすごい好きなんです、だから食べれる夢を見てケーキ食べれるじゃん私って喜ぶ夢を見て、うん、美味しかった美味しかったです、すごく、うん、夢なんですよ。 Happy birthday to you Happy birthday みんな嘘、え、誕生日、嘘、サプライズありがとうございます、え、そう、22歳、え、ありがとう、じゃ食べるね、いただきます、あ、おいしい、あ、ちょっと鼻についちゃった、鼻についちゃった、これがやりたかったんよ、うん、一回もやったことない、そうか、生まれしこの世に、そうね、こう生まれしジャパンっていう曲を私作ったんですけど、それでもそれがいいわ、それを言いたかった、これやりたいんだよね、うん、これをやりたかったんだけどね、こう電気難しいな、なんかさこの家逆光がすごくて真っ暗なんよ、うん、鼻につけるたびに食べるしかね、食べたかったんです、え、チーコちゃん歌ってたって、ちょっと見れてないんだけど生配信で 寝ちゃってたからあのメンバーの中川千尋ちゃん誕生日なんですよ、昨日12時ちょい過ぎに生まれしの動画をあげました、うん、カメラの位置的にはねもう、まあ、めちゃめちゃ逆光の場所なんだけど、本当はねこことかがいいのかこことかがいいんだけど、机そこに置いちゃったから変えられないの、まあいいか、なんか顔いくら照明当ててもね顔が暗、ほらこ
ここらとかめっちゃ暗くなっちゃうんですよ、こことかすごい、うん、真っ暗だし、だから全然ためないよ。これ一番明るいんで、これでもそう明るくなってくれないんです。あ、嬉しい、ちいこちゃん喜んでたって、やったー、嬉しいですね。色黒に見えるでしょ。いや、もともと結構色黒の方であるんだけど、なんか買おうかなって思ってんだよね、電気を、うん、アマゾン、みんながくれた、みんながイベントで勝ち取ったアマゾンで電気買っちゃダメあ、なるほどね、部屋の電気を消してリングライトのみ。お、怖っ、どう、夜の女ですよ、どう、かわいい、どれがいい、これは、ラブユー、ラブユー、夜の女だよあー、これか、か明るくていいね。今日はこれ、これでいこうかな。どうですか、あ、かわいい、いただきました、ガムーさんありがとう、ガムさんハートめっちゃくれてありがとう、おいさんハートくれてありがとう、つーさんドラマくれてありがとうございます、おいちゃんこれくれてありがとう、これ以上もらったら私これ以上高い声出さなきゃいけなくなっちゃうからやばいですね。にやけてしもてやないかい、関西、関西ですね、すごく目の中にキャッチライト入っていい感じかも、一番星どういうこと絶対そうね、あ、おいちゃん、おいちゃん花束ありがとう、やって大きい声出してもいいんだもん、ここ大きい声出しても大丈夫だ、窓開いてるからね今、田舎最高、一生出たくない、実家出たくないあ、はい、はい、ゆうくん星ありがとう、ありがとうございます本当に、いいね、ありがとうございます。今日インスタライブしようと思ってんだ、この後、そう、もうこれ以上出ないからダメ姉ちゃんに会いました、さっき遠くでは会話したんだけど、じいちゃんのねお葬式でもらったお菓子の詰め合わせがあったのよ、うん、で届いたからって言ってパカッて開けたら、私のやつの中には紅茶とコーヒーとプリンが入ってたんよ、で姉ちゃんの方にはなんかしじみ汁となんかスープと緑茶が入ってたのよ、うん、姉ちゃんとさで私ちょっとクッキーも食べちゃったんだけど姉ちゃんが帰ってきてダダダダって、あやちょっとこれブツブツ交換しないって言われて姉ちゃんの見せてもらって、え、私それ姉ちゃんの方がいいわって言って、で言うと思った、交換しようって言われて、え、ごめんクッキー食べちゃったって言ったら、え、もう食べたらって言われた確かにいや一緒だと思ったのよ姉ちゃんと、もう圧倒的やとしじみ汁飲みたいもん、紅茶、紅茶よりでも食べちゃったクッキー食べちゃったけどいいって言ったら、でもいいよって言ってくれたから、後で交換したいと思います。一週間ぶりに会った姉ちゃんとの会話はこれですね、はい、うん、クッキー食べちゃったよ、だから一番大きいクッキー食べちゃったから、姉ちゃんとブツブツ交換したらだいぶだいぶ違うものになるけど OK っていう感じで、あとパパは私は帰ってくるって聞いて、
私すごい楽しみにしてくれてたのかな。見てください、頑張れっていう、パパモリって書いてあるよりかパパよりって書いてある。これはい、一覧のこれを買ってきてくれたんですよ。おー嬉しいね。あえて具材は入れてません。それはラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただくため、麺、スープ、秘伝のタレが作り出す美味しさにただひたすらに向き合える一品です。こちらもうこれ、まあ、パパ嬉しいよ、早く食べたいよ。この一蘭、私一蘭がもうめちゃめちゃ好きなんですよ。地元に一蘭はちょっとないんだけど、車で一人で一蘭食べ行ったこともあるし、都内でお仕事してる時も一蘭を合間で食べに行くこともあるくらい一蘭が好きです。うん、これ明日食べようかな、わかんない、家事の気分で。パパこんな高いカップ麺買ってきてくれて嬉しいですね。高いやつ、いいやつ、いいやつだよこれ。でママはこれをくれました、炭酸水。私が毎日炭酸水飲む人なんですけど、あのくれた炭酸水買っといてくれた、優しいね。今あのペイペイで当たるよってやつやりたいと思います。500円、500円欲しい、500円当たれ。あー残念でした。ピエンピエン、私毎回このウィルキンソン炭酸をね買ったりするんです。私はあの飲み物にお金出すのって本当に嫌なんですよあのケチ島の話していいですか。めちゃめちゃケチなんですけど、めちゃめちゃケチなんです。私ほんとモテないよっていう、これ女の子なのにモテないよって人なんですけど、水筒を持ち歩くぐらい、重くたって全然いいから水筒を持ち歩きたい人間、もうそれくらい、それくらいもう大好きなの水がそうそう、もう お金がそのケチ島でできるだけこう節約生活を送りたい人間なんですよ。なんか外で飲み物を買うときはいつも、あ買いたくないなって思っちゃう。でもこのウィルキンソン炭酸の炭酸水にはもう金出せるよっていうぐらい好きです。ジュースを本当もともと炭酸ジュースが大好きなんですけど、あクラークくん、くっくりくりありがとう、くりくりありがとう、くりありがとう。これ以上いけない、高く出せない、これくりくり好きですよ私。うん、あ炭酸水をね出すんですけど、あナマステショーさん、カマありがとう、カマありがとう、ありがとう小売価格でも買えるよ。うん、新しい水買わなかったのもそれなのか、まあいけるって思ったよね。もうあと水ちょっとしかなかったんだけどいけると思って、だからホテル出るときあの2リットルのペットボトルをこう全部一滴残らず飲んで帰ってきましたよ。低い声にしよっかな。次おいサンダルもありがとう。ここからスタートですよ。おいサンダルもありがとう。まだまだいきます。ありがとうみんな、本当に嬉しい。ケチなんですよ。今日もさショッピングしてたの。買いたいものいっぱいあって、洋服とかちょっと新しいピアスも欲しいななんて、まあ、ピアスもねいっぱい持ってないし、今全然してないしね、やばいけどピアスもね買おうかなって思ったり、そう欲しい洋服、洋服は何本あってもいいですからね、洋服欲しいなとか思っても超ネットショッピングしてたんですよ。したらね、1個も買ってないんですよ。いらないかな、いやいらないかな、ちょっと高いかなみたいな思って、結局1個も買ってないです。ケチですね、ケチ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 、ネットショッピング決まらない、ケチ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 、
コンビニで水は買わない、ケチ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 、コンビニ行きたくない、ケチ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 、バスより歩いた方がいいよ、ケチ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 、4駅ぐらいは歩く、ケチ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 、ケチ島最高ケチ、バンバン。お、もらっていますね。生瀬翔さんありがとう、翔くんありがとう、翔くん、翔くんありがとうビッグネームアーティストとかタレントってお金への執着すごいか、ケチ島売れるかも。売れてくれ。で、私は将来将来あれをし、買い、あれ欲しいんです。ドリンクバーを家に置くのが夢なんで、ドリンクバーをお家に置いて、なんか飲むって言ってコーヒーもう絶対ドリンクバー欲しい、もう本当に欲しいです。そう、節約でもあるよね。うん、でも節約っていう言葉大好き。新しいおしゃれ、新しい季節、まあ、そうね。何買ったらいい、私はどんな服が似合うのか分からないね。うん、ピアスが欲しいです。何がいいかな。うん、でも決まんないそうだな、この感じ。4駅は遠いんじゃない。遠いでしょう、4駅全然歩くよ、めっちゃ遠いよ。3キロぐらい平気で歩くんで私歩、荷物が少なきゃいいよねとは思うけど、うん、今日ファミレスで隣のテーブルの方がドリンクバーいいよねって言ってた。血だねその子と仲良くなれそう。フリフリの服いいね。ちょっとみんなにさ、お買い物したら見せるね、こんなの買いましたっていうの。チェラピケのマリオ買う、ま、買うけど買えるかな。なんかネット先行でしょ、私運悪いから買えないかもな。でも頑張ります。私本当マリオと結婚したいって思うぐらいマリオ好きなんで、マリオのパジャマは絶対に買わないと損しちゃうんじゃないかな自分。テレサとマリオ本当は全部欲しいからさ、どれ買っていいか分かんないけど、テレサとマリオどっちかにしようかな、マリオかな。でもあとあれは買いますよ、スリッパ本当はね、あのあれも欲しかったの、クッションも欲しかったんだけど迷い中です。ジェラピケ高すぎて、私本当に2個セット買おうと。見せていいですか、これ著作権ダメなんですかね、見せたら怒られちゃう。じゃあ絵描くか、絵でこんなのですっていう絵にしたらいいか。今日は部屋をめっちゃ片したので、綺麗になったよ。こういうパジャマと、こういうスリッパ、こういう。こういうパジャマですね。
こういう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 ですね、こういうパジャマですね、ジェラピケパジャマ。どっちを買おうかすごい迷ってて、あ、これジェラピケですから。そう、これスリッパもどっちにしようかわかんないし、どっちも買っちゃおうかなとか思ったり、このこれはもうほぼ100で買います。このマリオ買おうかなって、マリオのこれジェラピケだから、ね、ジェラピケ、ジェラピケのパジャマだから、このジェラピケのパジャマ。てかジェラピケ買ったことないんだけどさ、やばいね。これマリオ、これ買うんだ、これは絶対買うんだけど、これは今迷ってて、もうやめようかなとか思ってるけど、まあでも買ったか買わなかったかは後ほど皆さんにねお伝えします、買ったかどうか。こうマリオのスリッパ、クセルさんのスリッパ楽しみ。でもさ、こんな機会ないからもう一生もうパジャマ買わないって決めたらさ、いいんじゃないかって思ってきてよ。ジェラピケって何、まずジェラピケってめっちゃ高くない？なんでそんな高いの？怒るよ本当に。私島村で十分やって、マジケチ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 でもジェラピケとか買ってみたいじゃん。でもスリッパにさ5000かけたらさ、もったいないかな、めっちゃうね。この子保温性が高いんだ、あ、それは私に最適。ジェラピケ買ったらおちチェキ会できたいね。おちチェキ会明日、ゆいなさんよろしくお願いします。島村大好きなんだよ本当に。カジシマ館の大金っていくらなんですか？1万円、1万円はマジ大金。高校生かってごめんなさいね、私は1万円が大金だと思ってます。超大金、1万円持って歩いてたらめっちゃお金持ちだなって思います。家帰ってきました。家事は何も着ないで寝る。あ、冬は着るよ私。冬ひどいよ着方が、なんか5枚ぐらい重ね着したりとかするもん。寒いの大嫌いなの。アベイルも好き。え、アベイル大好き、うん、島、まあ、西松屋でも行けそう。カジはカジ意外と身長あるからさ、意外と着れないものはね着れないよ。そうだよ、意外でしょ意外とね。西松屋はねあんま行かないかもしれない西松屋夏は着ないのに冬は着込む、うん、なんか冬が苦手で、寒いのがとにかく私苦手なんですよ、うん、でもうあったかくしないと寝れなくて、それでも寒いぐらいだもん。でも朝起きたら私敷布団なんだけど、裏ペロってやったら水たまりみたいになってんの汗でめちゃめちゃ汗かいてんじゃんって、暑いんじゃんって思うじゃん。もう全然暑い感じがしないの。暑くて布団吐いちゃうとかないし、うん、なんかこう起きた時に、あ、服めっちゃ濡れてるとかもないの。ただはっ、って敷布団後ろやったらもうふしゃってこうおもらしみたいになってて、これはどうしたらいいんだろうって。マジックだよね、だって服は濡れてないのにさ、敷布団の裏は水たまりよ。だからあれみたい、琵琶湖、琵琶湖かな、琵琶湖だ思ってます。琵琶湖できた、いつも思ってますよ、うん。トイレ、いや、もらえさない
漏らさない。お漏らしはねしたことないよ今んとこ。する予定もないから。背高かったって。カジの身長はね 162.5 センチ。日本の平均が155とかでしょ。どうやったら分かりやすいんだろう。なんかみんなの身近にあるものって何かな。あ、昨日飲まなかったここレッドブルーがありますね。じゃあレッドブルーで自分の2、3、4、5、6、7、8、9、10、10.2個ぐらいですね。レッドブルー 10.2 個分ぐらい。分かって。これ 10.2 個。わかるかな。これは何ミリリットル ？250ミリリットル、10.2 レッドブルですね。あまり参考にならないって。162.5 です。意外となんかあるんだよね。よく顔だけ見たらね、割とちっちゃく見られがちなんだけど、意外とあるんよ。ハンガーとか言ってる。ハンガー、みんなの家にハンガーあるんじゃない？ハンガーの1、2、3、3.6 ぐらいですね。 3.6 ぐらい、ハンガー 3.6 個分ぐらいですね。わかりますか？オッケー。ハンガーによるね。確かに。そっか、ハンガーって世界共通じゃないの。マジ？そうか。確かに。そうだね。確かに、ハンガー世界共通じゃない。世界共通は英語だ。英語と笑顔だ。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思うだね。そうだ。おお、難しかったね。キティちゃんの測りかな。確かに。そうだったね。リコーダーでもよかったね。確かにリコーダーで何個分って後で覚えとこう。ギターだと2個分ぐらいじゃないかな。これテイラーのギターです。いやさ、この椅子めっちゃ回るんよね。なんかめちゃめちゃくる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 回るの、なんでだろう。配信ルーム管理、これか。ルームの説明でしょ。 162.5 センチ、大型、1999年、7月21日生まれ。なんか婚活パーティーみたいな婚活パーティーみたいな、なんかプロフィールだな。いいや、とても素敵だと思う。体重とかも、ね、入れたいとこなんだけど内緒なんです。意外と内緒です。体重は、まあ、なんて言ったらいいんだろう。体重何キロ、分かりやすいような
かりやすいような、なんかこれくらいかなって見やすつくくらいないかな。顔小さい、え、どうだろう、顔私小さいのかな、わかんないんだよね。メジャー欲しい。メジャーあった気がする、ここに。ほら、私最近ちょっと自分を測ったの覚えているぞ。この10、いやむずいな。めちゃめちゃ難しい。あって言われた。こうだよ。15センチぐらいです、横は。知らんけど。ここら辺。22センチぐらい。だから15と22センチぐらいですね。小さくない？さすがに嘘だよ。10じゃ1センチ足そう。16センチと23センチぐらいです、知らんけど。ちょっと来た。目とかは、ね、割とちっちゃいんですよ。あ、缶サイズだった、レッドブルー。うん、レッドブルーよりちょっとちっちゃいかなぐらいじゃない。さすがにレッドブルー隠れちゃう。うん、レッドブルーだとさすがにちょっとはみ出ちゃうかな。うん、レッドブルー これがまっすぐかな、考えるとこうかな。まっすぐ、このここの線とここですね、レッドブルー、この大きさです、顔。これ小さいのかな、わかんない。レッドブル弱、そう、レッドブル弱ですね。縦はレッドブル、レッドブル点五、レッドブル点五、縦それぐらいかなって考えると、これ何センチあるんだろう。あー、13.5。こんなちっちゃくはないと思うけどな、難しいね、顔は測れない。腕の長さとかこういうの測れるよね。あ、腕の長さ、腕の細さっていうのを私は一応取り柄にしてるから、腕の細さだけ教えてあげる。取り柄にしてるものを言っておかないと。唯一自分が誇れるものは腕の細さぐらいだけなんで、あの手首か、手首の細さだけはね誇れるんで、ちょっと手首の細さだけ誇らせてください。13センチですね、13センチかな。はい、手首13センチですね。手首の細さだけはちょっとさすがにこう誇っていかないといけないので、一応トレードマークなんでね、そこぐらいしか自分のいいとこないんで。あ、じゃあリッドブルーの細さも測っておきましょうか。リッドブルーは、レッドブルー測ることなんてあるんだね、面白い。あ、レッドブルー17センチなんで、私よりも5センチでかいですね。どうだろう、これで楽しんでくれたかい。手首の細さはまあいい感じなんじゃないかなっていうのは
え、あのそこだけはちょっと誇れるかな。こんな感じです。指とかも長いって言われますけど、指長い人はいっぱいいるんでね。トレードマークチャームポイント なんていうの、あの自信があるところみたいな、自分の自信があるところはなんだいって言われたら、腕の長さと細さだって思うんで、逆にそれ以外見つからないっていうのが本当の話。二の腕の細さも言ってみますか。これも最近調子に乗ってトレードマークは二の腕と手首の細さが一緒ですとか言ったんだけど、もう絶対一緒じゃないのよ。よいしょ、こう20センチ、うん、もうちょい太いか、21センチかな。二の腕は20センチ、どっちだ、 20.5 かな、うん、20.5 な。どうでしょう、これは細いんじゃないか。だからこれだけ自慢できることです。それ以外はあんまないです。腕の長さで測れる？難しいと思うんだけど、いけるか？あ、指から測っていけばいいの？そういうわけじゃない。ここを言ったらいいか。こうか。どこまでいったらいい？これ。これへん？57.5 とかですかね。どうでしょう？どこまで測ったらいいんだね。腕って難しいね。肩までいっちゃった気がするけど、まあまあまあ、うでしょ、これだけで自信あるんですよ。これだけですけどね、他にいいとかないです。腕立て伏せできる、できる。私バスケ部だったから腕立て伏せむっちゃやってたしね。脅威あんま測んないか分かんないね。これ引いてくるでしょ。うん、でも肩幅この間測ったんだよね、あれでジムで。そしたらね、普通より若干狭いかなぐらいらしい。うん、じゃあ脇も難しいよ。脇ここやん、このどこみたいな、ここもここもここも脇だから難しいね。あ、そう、これでバスケやってたんですよ。だからだったのかな。もう8年間補欠だった、すごいね。8年間補欠すごいね。手首のから背中の、あ、そうなんだ、ここまでが腰なん、あ、なるほどね、すごい分かりやすいじゃん、ここまでが腕の長さなんだ。あー、でもなんかそんな気、石尾さんがそうやって測ってた気がするわ。そういえば確かにそうだそうだ、筋肉はそうね、一応鍛えて行くぜっていう感じのグループであるのでね、家でもジムに行けないときは家でいつもなんかやってますよ、いろいろ。スリーサイズ、うーんとね、お腹、ウエストはね割と測るかな。うん、ウエストはなんか自分が気にしなって、私もともとめちゃめちゃ寸胴で、あのウエストのこうくびれがないよねみたいな、こういう結構思ってて、どうしたらいいのかなと思ってよく測ったりする感じ。ケチ自慢、あ、家事めちゃめちゃケチなんですよ。そうで、ケチだよねという話をねしてたの。なんかそう、あの飲み物を外で買うのはあんまり好きじゃないって話。石尾さんやっぱ測ってくれますよ。うん、もう私 お金きできるだけ使いたくないよっていう人間です。頭の大きさ、あ、どうなんだろう、どこが頭？ここ？眉毛の間とか。
55? どうなってた、違ったかな、なんかここが55、普通、でも普通かもね。あんまりなんか顔大きい、あっちゃん頭ちっちゃいとか、こう帽子でかいわとか、あんま考えたことないあんま考えたことあんまない、帽子でかいわとかあんまり感じたことないです、そういえば普通じゃない、割と普通かもしれない。カレーだ、カレー、こんなもん普通、ここが割と普通かもね。私めちゃめちゃ帽子が好きで、めっちゃ帽子持ってるんだけど、割とこううわでかすぎたとかはあんま考えたことなかったから普通かもしれない。逆に先輩の帽子をお借りしたことがあって、入んなかったことあるもんそうだね、ライブ中に取れそうでずっとこうやってやりながら、帽子をかぶってたの覚えてる。57って私より若干大きいぐらい、3センチってどれぐらい、これぐらいか、若干だね、これカジとの差、これくらい、若干大きいがないぐらいかな。帽子作った時に測らなかったんだって。帽子作った時はね、測ってないな。私結構衣装で帽子をかぶることが多いんですけど、帽子は出来上がってからかぶって調整することが多いから、ベレー帽とか、そこでこうゴム詰めたり なんだろう、塗ったりとかするので意外とないかな、あんまり。ブカブカとかないね、別に普通かも、もうめっちゃ普通。帽子プレゼントするとき55だって。あー、うちがね帽子プレゼントでもらったことないけど無事ねって難しいよね。でもあんまり人の体で3センチ大きなさ、まあね、3センチはもう大きいよ、だいぶね。みたいな、ありがとう。109の帽子、あー、私は帽子のグッズを一回出したことがあったんですけど、ちょっとちっちゃかったっていうのがねアイドルワークの中で一人ケチ島って書いてあるのおもろ確かにケチ島、確かに なんだよってなるよね、ウケる。だってほんとなんだもん、ほんとなんだもん。投げやすい帽子のサイズってドッキリグランプリかな、ドッキリグランプリに出演させてもらった時に、あのお化けが出てくるやつだったんだけど、お化け出てきた瞬間帽子を思いっきりこううわーって投げてましたね。私靴のサイズは 23.5 か24っていう間、めっちゃ間だから、場所を靴の種類によってそこ右往左往します。靴なんかいつも買うとき迷っちゃう。しかも私 M と L の間なのね、だから M だとちっちゃくて L だとでかいみたいなことが結構多いですね。多いね。洋服もそう、洋服も M と L の間、ズボンは S と M の間、右往左往いや私ほんと中途半端な人間なんですよ。なんかいつも迷っちゃう、どっちがいいかなみたいな。なんかネットがね大変、
すごい大変。 ML? ML? こんばんは、こんばんは。 ML? S? MLS? MLS? SOS? 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 って感じ。いつなんか迷っちゃって買えない。島村も右往左往しますよ。かわいい、かわいい、安い、かわいい、かわいい、かわいい、右往左往、 SOS、 SOS ですよ。ほんとに困ったね。M と L の間って確かに何かのタイトルみたい。 M と L の間、これじゃ消したね。ほんと ABC マートやシュープラの等の靴屋もサイズに、あ、うん、なんか結構もうお靴買いに行ったりとかしても結構悩みますよ。うん、悩む悩む。S と M の間厳しい。やめなさいよ。そう、なるほどね。うん、なるほどね。最終的に SOS。 いや、流行ってないや。ダメで、 SOS はあんまり出したら大変だから。そうね、S と M、 S と M の間にしとこう。私は、私間の人間です。靴メーカーで全然違う。うん、本当にそう、本当にそうなんだよ。結構大変だよね。なんかネットで買うときはちょっとでかいので、でかいのを買うようにしてる、うん、でかい分にはまあ入るし、詰めればなんとかなるかなって思うかな。ちっちゃいとね、一回やったのズボンがちっちゃくってで、むっちゃパツパツで履いてること、履いてるものがある。結構そうそう、靴は横幅、あ、そう、カジ足めっちゃ細長くって、こう横幅がないのよ。だからサンダルとか履くともう先っぽがブワーって出ちゃうのね。もうこういう感じ、これ足ね、もうこんな出ちゃう。だから横幅がこうキュッてこうちゃんと止めてくれるやつじゃないとね、こうスカーンって出ちゃうの。うん、結構ね困ってます。それはめっちゃ指出てるよってよく言われますね。返品はしないかな、あんまり。うん、送料が嫌い。モデル体型、いや、どうなのかな、扁平足すぎて平べったいし何とも言えないよね。なんか意外と大変です、靴選ぶの。うん、かな。すごいプライベートな話してるね。恥ずかしい。パツパツでも全然履くね。破れた服は、あの、着た、新しいのが、インソールを着を使うと、あ、なるほどね、インソールね、確かに大事だよね。結構スタイルいいって言ってくれるの嬉しい。あんま言われないよ。でもありがとう、嬉しいです。足のね、横幅がね、めちゃめちゃ狭いの。狭くてね、困ってんだよね。結構めっちゃ靴ずれする。靴ずれするとみんなに見せたくなっちゃうんですよ。もう最近怪我してないからみんなに見せるとこないんだけど、怪我するとみんなに見せたくて見せたくてしょうがないですね。ニキビとか。体のバランス、え、本当ですか、嬉しい。じゃあカジの全身の写真を探しておくわ。あるかな、カジ写真本当撮らないから、ちょっと結構今困ってる。
取らないことに気づいた。あ、アクスタなかったっけ。ないか、ないわ自分のアクスタとか置いてないよね、置かないかこんな感じでやりたかったんだけど、ないね、なかった。本当に写真撮らない。全身の写真とかもしばらく撮ってない。お、聖火ランナーの写真があったよ。パラリンピックの聖火ランナーにさせてもらったんですけど、全身の写真ありましたよ。ちょっと上から撮ってるけど、こんな感じ。普通じゃない？なんかさ、何回見ても普通だよね。あれ？もっとなんかスタイルよく見えるような写真ない？こう メンバーと一緒に写真撮ってるのとかあるよ。はい。両脇にスタイルいい子に挟まれちゃったからもうよくわかんないや。なんで二人ともスタイルいい子に挟まれちゃったよ。ちょうど足長い子とね、15歳に挟まれちゃったからなんとも言えないや。うん。じゃあ普通やな、なんかこうやって見ても普通だな。うん、普通だわ。普通でした。結果。普通カジシマ。めんね、なんかいい写真がなかったや。別に普通やったね。終わり。普通でした。グラビアやったことないんだよ。オファー来ないんだ、全然来ないでも確かに一回社長にね、なんかグラビアの話になったことがあったんですよ。その時にあの、じゃあ聞きますけどって聞きますけど、もし2期の誰かグラビア、あの、もしお仕事が来たとして、カジシマ選ばないですよねって言ったら、うん、選ばないかもなって言ってたでも確かになって思った。それはだからじゃ難しいんだよね、やっぱ来ない、全然オファー来ない、来ないなって思ってますよ。来ない気がするね、このままだと面白いグラビアってちょっと本当やったことないんですよ。何じゃやったことないです、オファーも来ないし、ハマらんなーと、社長にハマらないなーと思いながらハマらないんですよね。まあでも確かに自信ないからちょっと顔に出ちゃうかも、自信のなさが。もしやったとしてもこれ顔でなっちゃうかもしれないけど、うん、グラビア嫌がってると思われてるって。いや、なんかもし、いや自分からやりたいですやりたいですって言う自信はないのよ。いや私大丈夫ですかっていう気持ちのが結構強いんで、あの、やってくださいって言われたらもういいんですかっていう気持ちにはなるけど、だから自信がないからさ、こうはいって言えないのが現実ですいやいや自信ないよって簡単に言ったのかなって。あれだよ、グラビアってさ、こうまあ何ページかあるわけじゃん、ずっと自分がいるじゃん、返しまもたんて、もたんてって思っちゃうんで、ちょっと自信がないんだろうな。なんかもうちょっとこう頑張ります今日から頑張ります、なんかもっと写真とか撮ろうかなっていっぱい SNS にあげようかな、自分の名前検索したりしますかって。どうかな、なんかうん、基本はしないんだけど、最近はやっぱこうしないとなっていう気持ちもあるから、ライブ終わった後とか、メディアに出させていただいた時とかね、にこう検索かけてみたりとかはしてみたりしていますけど怖いです、やっぱ未だに怖いかな、
なんか変なこと書いてありそうだなって思っちゃう。うん、そうね、映画持たんと思ってちょっと不安になっちゃったね。はい、ということで配信ありがとうございます。ちょっと夜遅くなっちゃったんで今日はこの辺で、この後はインスタライブやります。お、ウッチーやってるね、インスタライブ。さっきウッチー、あ、しぼうびっていう番組で一緒にやってたウッチーって子がいるんですけど、ウッチーがね、そう今インスタライブしてて、さっきインスタライブだーと思ってウッチーにウッチーってやってきたんよ。さっき久しぶりって言ってくれたよ。インスタライブやろうと思ってて、今日ショールーム盛り上がっちゃった、結構じゃあインスタライブをね放置しまくってて、やらないとって、やらないとってやりたい、やろうと思って。なんか画質が悪いのはさ、どうしてなの。 iPhone Pro があるんだけど、普通やね。今からやりますよ。やった記憶ないよ、もう覚えてないいつやったか。今夜はねコラボしないけど、あ、インスタやってるんですよ。全然投稿してないから、投稿しなきゃって思ってるんだよ。でもインスタを使いこなせなくてさ、本当に分かんないの。こう、ちょっと、あ、待って。ショールームで、やりながら、インスタライブの準備をする、梶姉妹です。インスタライブはね、今日も床でやろっかな、後で、うん、ありがとうみんな見てくれて。この後インスタライブやるのでよかったらご覧ください。ありがとう。それではまた明日も配信するのでご覧ください。それでは一大井さんです、ありがとうございました。1ヶ月に1回かインスタライブやってんの、楽しいだって。乾杯。嬉しい、ありがとう。また明日もお会いできるの楽しみにしています。それではお手を拝借せーの、以上です。また会いましょう。ほら一覧もいいな、みんなにありがとうって言いなよ。ほら一覧もいいな。一覧の提供でお送りいたしました。Bye-bye.